東アジアの中小芸術の発展を語るとき、男性中心の視点から見るのがほとんどですが台北市立美術館で開催中の彼女の中小企画展は東アジアの文化社会的脈絡から先行台湾日本韓国3カ国の女性による中小芸術の発展の軌跡を振り返っています。今回の一押しは、 草間弥生が1950年代に作成した3点の作品です。いつでも草間弥生がニューヨークに渡る前に作成したもので、作譜は現在と大きな違いがありますが、彼女の代表的な水玉模様がすでに見られます。田中厚子では、彼女の油彩画と代表作、電気服のデザイン言が展示されています。チェウッキョンは、 抽象主義を学ぶため、初めて渡米した韓国の芸術家の一人です。その作品は、彼女が自家の確率への努力を表現しています。ヤン・ゴンちャんの作品は、彼女が憧れる超意識の世界を演出しています。同じく韓国の学科、チャン・サンウィは、自分ならではの水墨世界を構築しています。台湾の代表的な女性抽象学科、アバシェイは、線を描く手法から、 彼ヨウ・センシンの初期のアプラエは多様の資格経験を探し求めていましたが最近の作品は水墨の勢いが特徴です。シン・コウエンの作品「戦争と平和は悲惨な戦争への反省」が描かれています。キュレーターオウ・ヒンカさんによりますと西洋の中小芸術家先行の日本、台湾、韓国3カ国の民主化過程において その地方の経験を表現する重要な手法に課しました。王貧佳さんは、女性芸術家の視点から、いかにして創作と実践を通じて、歴史と時代における自分の立ち位置を見つけるかが伺えると話しました。もう一人の韓国人客員キュレーター、ムン・ジョンヒさんは、女性中小芸術家は多くいないか 現代芸術史に対する貢献は無視できない。今回の展示は女性の中小芸術家、思想と創作の面で遭遇した挑戦を理解するには重要な意義があると説明しました。